はい、こんにちは、キザノです。よろしくお願いします。動画の配信、だいぶ久々になっちゃいましたけど、ちょっとね、また配信していこうかなと思ってます。で、今回ちょっとね、機材を変えています。これ、ミラーレス一眼で、今録画してまして、ミラーレス一眼は OMD の、オリンパスのね、OMD Mi 5 Mark II、これを使って録画してます。じゃ、撮れてるかなと思うんですけど。それと、音声の方はですね、IC レコーダーを使って入力をしていて、これタスカムですね。ティアックのブランドのタスカムというところの、DR40X という、IC レコーダーをつけて、録音をしています。まあ、ということで、映像はカメラの方で撮って、音声の方は IC レコーダーの方で撮ってるという感じになります。で、久々に収録したんで、まあ、なんか話そうかなと思って、ネタでね、話そうかと思うんですけど、デジカメの SD メモリカード、これをね、ちょっと話したいと思うんですけども、インファイマーク2使ってて、デジカメ SD メモリカードなんですね。で、これを、ちょっと、これだ。これが、YouTuber よくこういうことなんですね。この SD メモリカードを使っています。で、これでね、これサンディスクの、ウルトラプラスって書いてありますけど、これをね、ずっと使ってたんですが、何が困ったかというと、ちょっと困ったことがあってですね、困ったかというと、連写でたくさんパーって写真撮ると、書き込みにすごく時間がかかるんですよ。本当に連写をたくさん撮り続けて、どのぐらいだったかな、1分とかね、そのぐらいこう書き込みに待たされることが、例えば羽田空港行って飛行機が着陸するとこを連写でバーって撮った後に、さあ次撮ろうと思った時ずーっとメモリに書き込みの状態で待たされるんですね。まあそんなことがあってですね、まあ遅いなっていうか、まあこんなもんだろうなと思ってたんですよ。で、先日CP プラスの展示会に行って、オリンパスブースで EM1X の試写をさせてもらった時に、まあお持ちのメモリーカードを使って、撮っていいですよってことで、メモリーカードを挿してやらせてもらったんですね。で、EM5、EM1X。あれすごく良くて、で、連写もすごく長いで持つんですよ。たくさん撮れるんですよ。で、ダーって調子乗って撮って、じゃあ、見てみましょうって言った時に操作ができないんですね。操作ができないっていうか、書き込みが終わらないんですね。で、書き込みが終わらないんで、まだですね、まだですね、つって、だいぶ1分、2分。もっと待ちましたかね。そのぐらい待たされて、え、こんな待たされるもんですかねって言ってたとこに、それメモリーカード遅くないですかって話があって、早いメモリーカードだと、連写も長いで持つし、書き込みも、ね、早く済むっていうこと。まあこれ当然なんですけど。ということで、ちょっとメモリーカードをですね、変えてみました。で、買ったのはこれ。はい、これがですね、これもサンディスクなんですが、エクストリームプロ、ということで速度がですね、300Mbps で書き込みができるというものになります。そうだな、これ。あ、読み込みが 300Mbps で書き込みが 260Mbps ということになっています。で、今まで使ってたのが 80Mbps。まあ、秒ですね。このメモリーカードはね、だいたいこの通常の3倍のスピードで書き込みができるってことで、まあ、お値段もね、それなりに高くなっちゃうんですけども、こちらに変えました。で、変えたところ、相当速くなりました。連写をしても、まあ、EM5 だと、まあ、連写は EM1X ほどじゃないんですけども、連写をしても、すぐ書き込み終わって、次に復旧できるんですね。例えば1分かかってたのが、本当10秒もかからないぐらいで連写が全部書き込み終わる、メモリーカードに書き込み終わるっていうようなことがありまして、やっぱりこのメモリーカードのスピードって重要かなと思いました。あとは、連写自体も結構持つんですよ。写真撮ってカシャ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 って撮ってて、バッファーが容量があるんで、それっきり、そこからまでは大体撮れるんですけど、そこから先ね、スピード遅くなるんですけど、メモリーの書き込みが早いんで、連写も結構それなりに効きます。ということで、やっぱりメモリーカードね、早いやつにすると結構いいかなという感じがしています。で、これ、7
CP プラスでサンディスクのブースで、まあ、ある写真家の方が言ってたんですけども、まあそういうハイメモリーカードっていう以前にですね、よくメモリーカードを壊してしまうっていうことがあるんですね、データを。で、その壊してしまう要因のほとんど何かっていうと、メモリーカードにこう、挿して USB メモリー、USB メモリーじゃない、メモリーカードをその USB のアダプターに挿してパソコンに読ませるときのアダプターが粗悪品だとコネクタ部分を壊してしまうということがあって、ちょっとこういうところに、ね、ちゃんとお金かけましょうよって話になって。私も一回ね、どうかな、上海問屋じゃなかったと思うんですけど、そういった感じのところで、まあ、安くてよかったんですけど、そういった SD メモリーカードを使ってたら、一回、写真のデータ、吹っ飛ばしちゃったことがあります。で、メモリー壊しちゃって。で、物理的には壊れなかったんですけど、そういったことがあって、その後ね、エレコーのメモリーカード買ったんですけども、うん、それでも心配かなっていうところで、さっきのこの、これに、このメモリーカード買った時に一緒にですね、メモリーカードリーダーを買いました。ここにはこれ、サンディスクです。サンディスク純正品です。で、これ1個ね、2500円ぐらいします。もっといろんなメモリーカードの読めるタイプのメモリーカードにすると、サンディスクで、3500円ぐらいだったかな、いう感じのものがありまして。で、まあ、これ、もちろんその作りがしっかりしてるんで、物理的に壊すことがないっていうことでね。まあ、ちょっとこういったところはね、ちゃんとお金かけたいなと思いました。で、今まで USB 2.0 のメモリーカードだったんで、メモリカでこのアダプターだったんで、読み込み遅かったんですよ。で、これ今 USB 3.0 にしたんで、すごく、撮った写真をパソコンに取り込むときのスピードもすごく速くなりました。うん、やっぱり、買っただけのことあるかなと思っています。こんなケースやってましたね。で、たまたま、買ったところでですね、サンディスクのメモリーカードとこのサンディスクのアダプターをセットで買うっていうことでちょっと値引きもしてくれまして、安く済みました。まあ、そんなところで。まあ、ちゃんと必要なところお金かけなきゃいけないかなと思いました。あとじゃあもう一個ね、これもCP プラスでサンディスクのブースで写真家の方がね、言われてたんですけど、こういうね、ケース。こういうのはちょっとちゃんと買っといて、ひとまとめに置いておいた思います。まあ、ひとまとめにするか、分散させるかっていうの考え方いろいろあると思うんですけども、私ね、一個一個のプラスチックの小さいケースにね、全部バラバラに入れてたんです。で、それで行き先で取り替えてたんですけど、メモリーカードどこやっちゃったかなって、思わずなくしそうなこともね、結構ありまして。だったらこの箱一個だけにね、入れて管理すれば、まあ、なくすっていうかね、ここに確実に入ってますよってこともわかるんで、まあ、こういったも入れ物もちゃんと用意してた方がいいかなと思いました。これはね、エレコムのやつ。ヨドバシで470円だったかな。これは6枚入るタイプなんですけど。まあ、使う方のね、容量、枚数に合わせてね、買っていただくといいかなと思います。はい。というところで、久々の動画でしたけど。また、こうね、配信していきたいと思います。よかったら、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、ではまた、キザでした。